ばんは。今回もですね、愛車撮影企画ということで、現地に向かっております。前回ね、動画2つ載せたんですけど、それを見てくれた方はね、また夜かと、ちょっと思う部分もあると思うんですが、また夜でございます。なかなか昼間に行きたいスポットとかあるんですけど、なかなか昼間の時間が取れなくて、夜行けるね、夜に行ったら映えそうなねスポットしか今行ってないんですけど、ちょっとねそこは調整して頑張っていけるようにします。はい。で、今回もね、夜景がいいとこというか、ライトアップされたら映えそうなね場所に今向かってるんですけど、ちょっとね初めて行くので、ちょっとゆっくりね行っておりますけれども、もうちょっとで着きそうなんで、到着まで動画を飛ばしたいと思います。はい、はい、到着いたしました。僕が今来ているのはここでございます。はい、裏七岩と言われる場所ですね。大阪にある場所なんですけど、ここもねなかなか、この橋がねライトアップされて綺麗ということで、車をね撮って、背景も映えるということで、はい、めちゃくちゃですけど。で、到着したんですけど、なんかね、ミニバンがなんか結構止まってて、結構ね、人がめちゃくちゃいて、ちょっと行きづらいんですよ、この先。コミュ障発揮というか、だからミニバンイコールちょっと怖いお兄さんたちっていうイメージが僕の中であるんで、非常にあちらに行くのが怖いんですが、ちょっと、一旦ね、ちょっと遠くに止めて、今遠くに止めてるんですけど、ちょっと一旦あっちの方行って様子を見に行きたいと思います。マジでね、ちょっと陰気発動してますね。はい、なかなかね、あっちの方は騒がしいことになってましてね、なんか椅子とかも置いてて、なんかねイベント的なことをやってるんだと思いますけど、あっちには行かずね、ちょっと離れた方で今写真を撮り終えたところなんですけど、なんかちょうどねこの橋なんかもうライトが消えちゃって、ちょうど撮り終わったところなんで良かったんですけど、今何時だ、10時かな、10時になると多分ライトが消えるのかな、分かんないんですけど多分そうだと思います。はい、良かったら写真撮り終えて、撮り終わっといてということでですね、改めましてですね、ここは裏七岩と呼ばれるところで、住所とかね、Google マップの方はまた載せておくんで、気になる方はぜひ行ってみてください。多分ね、ここはね、結構ここも有名なんで、多分ああいう風にちょっとイベント的なことを個人でやってると思うんですけど、僕はちょっとあの中には入れそうにないので今回は入ります。はい、そんな感じで今回は動画を終わりたいと思います。いつもの通りね、最後に写真は載しとくんで、ぜひ、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。